こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアこれで準備はできたかな。さあ出発だね。いや、どうしたんだろう。たまよみか。お。できました。どうどう、うん、いい感じよ。ちょっと疲れたけど、いい感じよ。ちょっと疲れたけどいい感じよ。お使いですか。行ってきます。じゃあ行ってきます。次のイベントってまだ始まってないのかな。少し頼み事をしたい。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。新クエストって始まってなかったっけ。そうです、始まってます。ジャパンを切るですね。今回はこちらのシアリオクエストを始めていきましょう。いわゆる稲妻みたいなもんですね。あやさん。うん。あやさん。2マイル。ひずめ、このひずめすごいいいな。うん。玉読みもある。スポーツばっかり。やったね。ブブブ。わかりました。じゃあボン起きる。ということでイベント開始です。アニマエールとか玉読みとか。はるかなレシーブとかいいですね。
ご覧の通り。お好み焼きはいいな。お好み焼きって言ったらフルーツタルトだな。こんにちは、総園寺ミクです。通称ミルクちゃんです。シナリオクエスト、ゴーフォーウィン。プラス3はでかいな。ハルカーレシーブ、クエストへ出発。シナリオクエストは全15章です。書き割りか。そうやね、だよね、そうですね。ふんふん、お、かわいいな。このひづめすごいな。あ、おい、怪しいな。そういえば、風邪？そうですね、初めて見るもんな。つまりは、でも普通話。素敵ね。わかりました。あ、なんかまた、あ、どこに。気をつけて。日本の服装に思えないんですが、グヘヘ。ちょっと、日本収入だ。え、何が起こったんだ。絶対に油断しちゃダメよ。いきなり即バト。いくよ。まだまだ。モーリーあげよ。こんなのどうってことないわ。私が助けるね。いくよ。やりますか。さあ、ショーの開幕だ。レベル14なんですね。やめろ。厳しいわね。これも温泉の効能ね。気をつけて。どうしたのか。やったわね。基本的。有識用具装備。四コマのオチはあれでいきましょう。漫画家だったっけ。あ、なんだこのキラの服。困ったね。でも、急がないとだ。
だね。つま調理かな。なんだかな。パスはどうだい。弱ったな。はい、出かける。なるみ。うん。やるじゃん。でも。そうね。先生？何の先生だよ。お。は？まさか。準備 OK？ 私が助けるね。見てなさい。今日のお風呂は気持ちよく入れそうね。これで終わり？四コマのオチはあれでいきましょう。そうね。よかった。行くよ。基本的に人の力になることなら何でもやるのです。そうなんだ。依頼？嬉しいです。ああ、チアなんや。それをチア。なるほど。絵が得意なんだな。そうね。でも、あの、確かに。
どうですか？え？手はもしや。そうね。強引やな。え？そうはなんだろう、強引な展開。大自然な流れ。星爪オプラスさんですね、行きましょう。大丈夫？忘れ物。応援します。でも。なるほど、ひづめがそう言うなら。まさか。なんと、やばい。え？ええ、そうね。くれぐれも無理はしないこと。それ、これでどう？これも温泉の効能ね。そうなのか。モリ、あげ、よ！厳しいわね。みんなを守って。強い。やったー、勝った。ひづめ言うの、ひづめじゃないわ。シャパーがみなぎるんだ。いや、民間療法かな。よかった。やった、見つかった。これでアニマエール2人を見つかった。4コマのオチはあれでいきましょう。みんな、マッチを、マッチ生かすね。え、隠れ家だ。他もいる。来年まで。あ、そうね。はい。なるほど。
あかん。確か意味がわからん。うん、だけどうふふ、本当だ。はい。ところで、そうだね、スーパーマン。お前かい。なるほど、やりました。本当ですか。はい、うふー、ありがとうございます。いえいえ。請求書。そうですね。誰、のぞみって。いいんじゃない。うん、ん、そうやね。ほな、ぐへへ。どうすれば。低層の危険。基本的に人の力になることなら何でもやるのです。さあ第8節まで行きました。意外と短いな。自分で言うのもなんですが、うちのお好み焼きは天下一品です。いいな。誰だっけ。誰だ。フルーツタルトじゃないしな。お好み焼きって言ったらフルーツタルトなんだけどな。なるほど、わからん。まだ何もクリアしてないんだ。じゃあいつものスーパーメンバーでいきますか。どっちがいいんだろう。コルクがいると結構楽らしいが、3武器ぐらいは使えるんじゃ。1超えちゃうんだよな、残念。これもいいですね。なかなか強いかも。あーでも強いけど5なんだ。島に行きましょう。準備できました。行きましょう。うまくできるかな。まあ、やばいやばい、即撤退。どんとこーい。いやすぐ死ぬ死ぬ死ぬ。当然コルクに出すじゃん。
力もいまいちか、つらい。高強化落ちるが、僕が早く動けなくなった。この子がやばい、酔ってる。わ、死ぬ、早い。力が出ない。やめよう。ギブアップ。無理です。ちょっと、炎属性でやるといいかもね。まあ、炎属性だけは強いとは言い切れませんが、このメンバーで行こう。炎属性で、チアチアパワー。みんなを仕切るなんてできるかしら。うまくできるかな。自分にかけましょう。まだ青汁のおまんじゅうが残っているな。きっと大丈夫。ウズニャンで攻撃。これでどうです。嘘だろ。協力します。みんなを守って。どうかな、聞いたかな。もう誰もいないよ。これでどしかいない。とっておきを全部。アスニャが死んだ時点で終わりだしな。私だって本気になるのよ。行きます。今は我慢の時だね。かけることもできるのか。強い。悔しいな。これが未来のアマンさん社長の力。戻らないだろうな。強いわ。
動きも早い。限界。ごめんなさい。私のせいで。性属性このメンバーが強そうだな。ちょっとこのメンバーでやってみよう。なんでアズニアつかなかったんだ、さっき。まだ青汁のお饅頭が残っているの。いける。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。すごい、やりましたね。進化もやっときましょう。今回スタッチを集めてみましょう。月は陽属性、本当に使いやすいからな。アフピは防御用です。よし、行くぞ。やってやろうじゃないのさ。手加減はしません。後ろだから来るぜ。こんなのどうかしら。ここに行った。動いてる。みんな今だよ。私の占いの力見せてあげる。やるしかないわね。こうなったわらわの力が必要か。仕方ないね。やばい。ここで交代。どっちだ。どっちも回復薬じゃない。出ましたね。ここまでです。回復薬がいないんだよな。頑張れみんな。ほらしっかりして。これくらい。ここみたい。嘘、ワンパン。よし、やっちゃうよ。本気出しちゃおうっと。ここみたい。皆様と一緒に。シャイニングウィザードじゃない。
キラキラの思い出よ。力を。またお願いします。聖典を熟読してから出直してください。ガチャもあります。召喚です。朝は鍵の手入れをして、あとは枚数は足りないんですが、新たな出会いを。されない。評価か。進化止まらない。時短で状態で上がってるはずだが、神聖半年拾え。なかなか上がらないですよね。先輩、タミ、よし、気合い入れていくよ。というわけで、ここまでかな。53まで上がった。やったね。少しずつレベルを上げていきましょう。というわけで次回はこのジャボンを切るの、自分で言うのもなんですが、基本的に人の力になることなら何でもやるのです。シナリオクエスト後編をやっていきたいと思います。ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。概要欄アドレス記載してます。ぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いします。またキラーファンタジアのプレイリストの URL も概要欄にございます。こちらをアクセスしていただければ嬉しく思います。
ブックマークもできるようになっております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。